16年で会ってる。なんか最近さ、数字関係がもっとめっきりさらに弱くなってしまって。2016年の1月28日木曜日18時37秒迎えました。皆様こんばんは、松下さとみです。葛飾 FM かっちゃんスタジオより生放送で今年もお届けしてまいります。音楽っていいな。新年明けての第1回目の放送ですね。なんかもう1月過ぎてもう月末だからね、明けましておめでとうございますっていうもうセリフもね、もう似合わなくなってしまいましたけれども、なんとまあ私にとってはこの1月の下旬というのは特別な日でありまして、というのも私松下さとみ1989年の1月25日にデビューをしまして、ということでこの間25日迎えて、デビュー27周年目を迎えることになりました。デビュー記念日の1月でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの頃君も若かったねっていう感じなんですけれども、いろいろ思いをこう、ね、巡らせながら、1月25日の月曜日を私は過ごしておりましたけれども、各方面からお祝いのメッセージとかもいただけたりとかして嬉しかったです。はい、まあ手前味噌な感じになりますけれども、はい、やっぱりデビューの日があったね、記念日のこの月にはやはりこの曲をかけたいと思いまして用意させていただきました。私松下さとみのデビューシングル16聴いてください。
ありがとうございました。なんか喉が詰まってしまいました。はい、歌詞が大岡里香さん、田中由紀子さん、そして、曲は羽田一郎さん、アレンジ西平明さんで作り上げていただきました。松下さとみ16ということで聴いていただきました。そうそう、この曲ってね、シングル版とアルバム版でちょっと音のバランスが、トラックダウンとかねしたところも違ったりとかして、若干ね音色が違うことをね早速気づいた人からお話が来まして、バレるんだね。知ってる方にはすぐ分かってしまいましたけれども、実は今かけさせていただいた16はアルバム、デビューアルバムドキドキに入っている、形のバージョンで聞いていただいたわけなんですけれどもね、なんかでも1年に1回ぐらいはねフルコーラスでねこの曲もやっぱりかけたいなと思って皆さんにも聞いていただいたわけなんですが、その間に私ねちょっとね1989年、平成元年のデビューの人たちをちょっと探ってみたんです。要は私と同じ年代デビューの人たち、同期、意外とね覚えてる人もいるけど、こんな人もっていうのがあって、これでもちょっとネットで調べてるので本当に本格的かどうかちょっと間違えてるところがあったらごめんなさいね。人のあれを見させてもらってるんですけど、実はマルシアさん、振り向けば横浜1月の21日に出しまして、その次私松下さとみ1月25日に16で、田村恵里子ちゃんロコモーションドリーム3月15日に出されてまして、あとは今や女優さんで有名な細川直美さん1989年、4月の25日、君はどこにいるのっていう曲、増田美也さんも今女優さんですよね、アイドル、ハートは水色っていう曲を4月の28日、私の誕生日に、で、あ、そうなんだと思ったのが島崎和歌子姉さん。同い年なの、あ、私より1個年下なんだ、1973年生まれなんだね。島崎和歌子さんはこの1989年の5月の5日に弱っちゃうんだっていう曲を出されてます。弱っちゃうんだ。高田新さん1989年6月7日男同士。ちょっと一人受けてる人がいますけども、あと田中美奈子さん涙の太陽89年7月26日にデビューシングルとして出されてるっていう、まあデビュー曲なのかデビュー曲かデビュー日かいろいろ混ざってるみたいですね。リボン知ってます？井戸さんいきなり声かけてますけど、リトルデイトっていう曲を12月の6日に、その前にココさんも、9月の6日に、なんだこれ、エキュアルロマンスっていうの、これ英語がよくわかる、イコールなんだ、イコールロマンスって読むのね、あらあらっていうのがあったり、結構すごいあれですよね、出てますよね。89年、ザ・ベルズっていう人、バンド、ボガンボスも4月21日に出てるし、なんとドリームスカムトゥルー89年3月21日にあなたに会いたくてとアルバムドリームスカムトゥルーの同時リリースで CD デビュー。真心ブラザースもそうだし、ザ・ピース、ピース、フリッパーズギターなどなど、結構たくさんの方が出てらっしゃってて、そういえばっていうのもあれなんですけど、私この、まあ、ドリームズカムトゥルーさんと他局ですけれども東京 FM さんのリスナーズグランプリというその今年1年のこうデビューした人たちっていう人たちをリスナーの方にどの曲が良かったかとか、このアーティストが良かったかっていうのをこう募って、リスナーさんの声思いでグランプリが決まるという、投票で決まるというやつにご一緒させていただいて、見事ドリカムさんがもうぶっちぎりの優勝で、嬉しい恥ずかしい朝がエリーとかって仲良さそうに3人で、楽屋ももうすごく仲良さそうな感じでニコニコの3人でなんかいらっしゃってましたけどね。私中山忍ちゃんと一緒にこう横で、鏡の横ですごい楽しそうですねなんつっておしゃべりをしていたことを思い出しますけれども、そうすごいですね89年もで結構残ってるじゃないですか皆さん。
ね、いやいやいや素晴らしいと平成元年っていうわけですから、今年その日に生まれた人は今年27歳から28歳になられる方だね。産声を上げてもう30歳目前っていう、すごいなあ、私すごいなあよく生き延びてるというかしつこいなでもね、これも一重にっていうか、もう本当にね、私のファンの方々って非常に静かにでも温かい気持ちで応援してくれてるんですよ。だからやんややんやこう言わないファンの方でとってもこうなんつうの、心が助かってるんです。でいざこういうことやりますって言ったら、こう応援に駆けつけてくださるんですけれども、まあ、結構今はもう私もそうですけれども、私はまあ子供とかはいないけれども、皆さん大体子育て中のね、真っ最中だから、いろいろ家庭の事情で忙しくてね、なかなかライブも足を運べないっていう人もいるんだけども、いずれまた同窓会みたいな感じで、デビュー当時にとてもこうね、ライブハウス原宿ルイードや新宿パワーステーション、東京でいうとね、そういうところでやってた頃に、みんな立ち見でね、拳を上げて応援してくれていた世代の皆さんと再び、体力的に持つかどうか分かんないけど、そんなライブができたらいいなとちょっと実は夢に思ってたりするんです。でも本当今やあの時聞いてました、あのアルバム持ってましたっていうような形でね、最近もまあ Facebook やホームページの方にメッセージを送ってくださる方々がいて、わあ嬉しいな。しかもなんかレアな思い出話をその時にね、その時のライブで私がどんなことをしてたかとか、こんなグッズを持ってますっていうような形 で写真付きでさ送ってくださったりとかして、あ、それでもまだ大事にあの30年近くも前の品物を持っててくれてるんだ、とっても嬉しかったですね。つい先日私ちょっと小学校の同級生のお家に遊びに行ったんですけど、その子も、その子と会うのも去年一昨年ぐらい久しぶりにこう再会してちょこちょこと会うようになったんですが、小学校以降中学高校と全く別の世界にいて、あの学校も一緒じゃなくって、本当に十何年ぶりとかすごい久しぶりに会った友達だったんですけど、さとみちゃんって言って、デビュー当時のデビューシングルとデビューアルバムを買っててくれたのね、その当時で。それを久しぶりに会った時の、もう私が30代ぐらいになった時に、彼女も同じ年だけど、これさとみちゃんこれにサインしてとかって渡されて、書いてサイン付きのそのアルバムと CD を、アルバムの CD をですね、持っててくれた時が、持っててくれて、この間久しぶりに会った時も、あ、これこれ思い出したよねとかって形で見せてくれて、で懐かしいんで16を一緒に歌ったというしかも歌えてくれてるっていうのがすごく嬉しかった、ありがたいなと、ね、この世界の、世界のあっていうと大げさだけど、日本のどっかで私をなんか思い出してくれている人がいる、覚えててくれてる人がいるっていうことが非常にこう嬉しく幸せなことだなと、ちょっと感動してました。30周年向けてちょっとまだ体力、あと声が続く限り、もうちょっと歌っていきたい、頑張っていきたいなと思っています。さて続いて聴いていただく曲も、そのデビュー当時のアルバムの曲の中で、この曲が結構好きとかっていう声が高いんですけれども、よくライブでは歌詞の一部分にあるこう教室の窓から飛ばした紙飛行機っていう歌詞の一部があるんですけど、その歌詞の一部になると、みんな紙飛行機を、自分たちでメッセージを書いた紙飛行機をステージにこうふわーっと飛ばして投げてくださるんですね。それがもうなんかお決まりみたいになって、ライブでは必ずそういう瞬間があって、あれも一つのいい思い出だなと思ってるんですけど、たまに目に刺さったりとかって、ポンツンとかって、おーっ、まぶたに当たったぜっていう時もあったんですけど、その後は皆さんちゃんと先っちょ曲げて飛ばしてくれたりとかね、本当にいいファンの方ばっかりで助かってたんですけれども、
そんなことで、この曲も久しぶりに私聴きます聴いてください。松下さとみ Dear Boy。ついついなんかギターソロを聴き入ってしまって入るの忘れてしまいました。いや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 、懐かしい感じでですね、非常にもうね、この当時の、私のアルバムに、まあ、もちろん シングル曲もそうだけど、参加してくださったミュージシャン、そうたるメンバーでありがたかったですね。青山純さん、島村英二さん、長谷部徹さんのドラムや、三久月千春さん、松原秀樹さんのベース、そしてギターは、土方隆之さん、佐橋義之さん、松原正樹さんに今剛さんね、というような、もうあとシンセサイザー西平明さんに松井隆夫さん、いろんな方にですね入っていたいただいて、船村としひこさんにはサックスか吹いていただいたり、いや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 、贅沢なアルバムでバブリーだね、またそこ行っちゃうとっても懐かしく、そしてかつ後で聞いた時にさ、なんか
これだけの音厚でっていうかしっかりとしたアルバムを制作してデビューさせてくださったスタッフの方、ディレクターさん、東芝 EMI さん、ハートランドの事務所、皆さんっていう感じで、よかったよこういうのが残っててって思いますね。ありがたいです。井戸さんどうでしたか？なんかじっくり目を閉じて聞いていただいたので声をかけづらかったんですが、明けましておめでとうございます。マイペースだ。はい、どうも。当時のカラーが出ていますね。80代のね、80年代のね、後半いいなと思います。これはこれでね、自分も小学校ぐらいの時 の、 そのテレビで流れてたような音楽は好きだったので、その時のことを思い出したりしますし、そうですか、まあ、知らなかったですけど、いいんですいいんです、しょうがないです。すいませんでした。とんでもないです。でもその時の時代のカラーがあって、でも、ね、悪い決して今時代が経って年月が経ったから、古くて粗悪かと言われれば、いやそんなことはなくて、今でも十分クオリティが高いと言える作品なのではないでしょうか。そうですよね、と思いましたね。いやありがたやありがたや、昔のこうさ、自分の古いこう写真とかをさ見て、自分のお洋服がうわっていうような感じか、あ結構これいいじゃんっていうような感じかって言ったら、あ結構いいじゃんって、過去振り返ってもこの髪型まあまあいいじゃんとかさ、そういう風に思えるような作品で嬉しいと思って、もう今日はねデビュー記念日ということで手前味噌的な感じでお届けしておりますけれども、はい、皆さんお聴きいただいてきました曲は、アルバムドキドキ入っております。Dear Boy最初は16という曲を聴いていただきました。それでは音楽っていいな、後半もよろしくね。
井戸タッチのコーナー。はい、第19回になりました。井戸タッチ、このコーナーではあなたの心に触れる音楽や音楽家さんたちを紹介いたします。ユーストリームでは著作権の都合上音楽は流れませんので、パソコンではサイマルラジオ、スマートフォンでは葛飾 FM のアプリをダウンロードしてお聞きください。はい、本日、今聴いていただいている、うん、曲はアンジェリーナでしょうね。でしょうねって、でしょうね多い、アンジェリーナ、アンジェリーナ、あー、呼び方の意味ね、トミー・エマニュエル、エマニュエルさんですはい、知ってますか？まあ、私は初でした。本当ですか？うん、おじさんなんですけど、まあ、この人も世界トップのギタリストと言われる人です。うーん、そっか。まあ、アコギ弾いてて、うん、この人知らないっていう人はいないんじゃないですかね。あ、そんな、そっか、そういうメジャーな人なんで。メジャーです。失礼いたしました。いえいえ、あのね、大阪のね、うん、フィフスストリートとかでやったりしてますよ。はいはいはい、うん、本当ですか？そう、あそこに、あそこってやって、あの、私もお世話になりました。里見さんと1回だけライブしたことさせてもらったことあって、スイタ、はい、です。スイタ市のフィフスストリートさんで、あ、本当ですか？あそこにサインありましたね。すごい、そうでしたか。そう、そういうなんか、結構小さい箱っていうとあれですけど、うんうんうん、ホールとかそういうとこじゃなくて、とこでもやるんですけど、うん、そういうなんか音楽好きが集まる、ギター好きが集まるような場所に来たりする。うーんです。ものすごい幸せそうにギター弾くんですよ。で、そのこの人のギターを聴くと、うん、なんかいろんなものをなんか思い出させてくれるというか、あ、音楽好きなんだなと思って、音楽だけじゃなくてこっちも幸せをもらえるっていう人なんで、 YouTube とかで、あの、この人自分のことを撮っていっぱいアップしてるんで。あ、そうなの、自撮りしてんのもう 大好きなんですよ、そういう。 おいくつぐらいの？いや、もう60ぐらいかな。髪の毛白、もう結構白くなっちゃってるんですけど。うーん、井戸さんはこの トミーさんをいつぐらいに知られたんですか？はい、いや、でも自分もそんなにずっと知ってたわけではなくて、フィフスストリート行って、うんうん、あ、この人誰だろうってずっと心の中で思ってたのがあって、うん、で、おいおい、なんかネットで拝見する時がありまして、で、ほうほうほう、そう、演奏してる姿を聞いて、もう一発で虜になりました。はい、はあはあ、渋いおじさんですよ。かっこいいね。なんか俳優さんみたいじゃないですか。超イケメンで、ギター抱きしめて写真撮ってますね。ギター大好き でギター教本とかでもう作ったりしてるんですけど、その一個一個の教本で、アドバイスとか、はい、もう細かくしたりしてるんですよね。へー、うん、ギター大好きおじさんですよ。なるほど、うん、あら、ぜひ僕も一回、いい、あの、うん、生で見てみたいなと思うんですけど、うんうん、へー、お酒好きそうなね、顔立ちで、まあ、そうですね、一緒に飲みたいなみたいな素敵な、こう、いや、もう本当素敵熟年男性、かっこいい、うん、超かっこいいです。あ、昔ん時は昔ん時でまた俳優さんみたいですよね、うん、かっこいいね、うん、かっこいい、かっこいいしか言えないけど、どう説明してるの？なんか誰かにも似てる感じがして、うん、うーん、で、今日はもうその僕が魅了された曲をと思ったんですけど、はいはい、なかなか、ライブ感が伝わる音源がなかったもんですから、ただこの人、音楽好きなんだろうなっていう感じが伝わる曲を聴いて、うん、ライブバージョンでぜひ聴いていただきたいなと思いまして、うん、はい、ライブバージョンいいな。ライブバージョンです。うん、結構長い間ギターのボディを叩いてるんで。あ、そうなんだ。皆さん辛抱強く叩きがちな方なんですか？いや、この曲は特にリズムを刻んでるんですか？はい、へえ、うん、でもそのライブ感を楽しんでもらえればなと思います。はい、では聞いてください、はい、トミー・エマヌエルでモンバーサ。
ちょっと常磐ハイアンセンターみたいになってきましたね。また叩き出したんでちょっと乗っかりましたけども、トミー・エマニュエルさんでモンバサでした。はい、気持ちよかったです。そうですね、結構日本に来られてるみたいで。そうみたいですね。毎年ぐらい、うん、一回見てみたいですね。いや恥ずかしい、知りませんでした。でもね、写真とか見たらやっぱりどこかで見たことあるって、うん、あの印象の残ってるお顔で、もしかしたらね、どっかで、ね、梅田とかで、梅田あたりであのすれ違ってたのかもしれない。結構あのカジュアルな感じ で、ね、あのご飯食べに行ったりとかされてるみたいですね。東京でも関西でもなんか、ね、ライブをやって、そうですね、そのままお好み焼きを、お好み焼きを食べたりするそうで、怪しい人と一緒に食べに行ったとかいう噂がね、今なんか後でちょっと検証してみたいと思いますけど、うん、この後の番組 の YouTube オンリーの Ustream オンリーの中 で、ね、うん、そのネタをちょっと後でお披露目したいと思いますけれども、ぐらいなんかガードがこう緩いというか、あんまりこう気にしないこうフレンドリーなっていうか、そうでしょうね、感じの人なんでしょうかね。いいですね、一回生でやっぱり聞きたいっていうか見たいですね、このパフォーマンスも。お写真見てる限り、音楽好きでない方もぜひ見て、あ、楽しい、ギターって楽しそうって思ってもらえるような演奏をしてくれる人だと思いますよね。なんかね、お顔楽しそうに弾いてらっしゃるっていうのを、本当にニコニコしながら弾いてるんですよね。いいですね、いい曲をまた教えてくださってありがとうございます。とんでもないです。なんでそんな投げやり。音楽っていいですね。音楽っていいと、いいって、思いますね。トミー・エマニュエルとか特に本当に聞くと、ね、井戸さんもね、一人でこういうなんか家ではそういう気分でね、まあ、家では一人ではニコニコしながらニコニコしながら弾いてますか、弾いたりし、するかもしれないですけど、でも楽しいでしょうね、こういう、でも日本人のタイプで、まあ、押尾幸太郎さんは近いものはあるんですけど、結構この人アコギ一本で本当ロカビリみたいなやつとかやったり、あのアウトローのとこついてくるんですよね。そこがやっぱり日本人って型にはめようとするじゃないですか。はまらないとあの作品として認められないところがあるような気がする。こうやって音楽が好きでどんどん自分の好きなことを突き詰めていけるっていう人の音楽に触れると、ああ音楽って楽しいなって枠組みないんだみたいな、っていうギタリストが日本にもいっぱい増えるといいなということは思いますけどね。あれ井戸さんじゃないんですか、それは。僕あの人前苦手なんです出た向いてないんで。出ました、2016年の初ネガティブ発言今年もネガティブな感じで、そうですね、スタートしました。でも信用、目標は、今年の目標自分なりに立てて、やっぱ信用だなと思います。信用、信頼信頼、なるほど、そうなんですね。そうですね、まあ、ご紹介遅れましたが、この井戸タッチのコーナーをねやっていらっしゃるのはギタリストの井戸俊則さんです。あ、どうも。さっき全然名前言ってあげられなかったんですいません。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます今年もじゃあまたこのような素敵な、そうですね、心にタッチ触れる曲をね、まだ曲たちが待ってますから、はい、楽しみにしております、はい、井戸タッチの井戸タッチのコーナーでした。さてここで一通メールを紹介させてください。はい、はい、どうぞ。里美さんと同級生さんからです。里美さん、井戸さん、はじめまして。はじめまして。実は遅ればせながら去年から音楽っていいなを聞き始めました。
家にパソコンもスマホもなくガラケーしかなかったのです、うん、しかし去年の秋からスマホを利用し始め、やっと番組を聞けるようになりました。いらっしゃいませ、ありがとうございます。里美さんのことはデビュー当時から知っており、曲も聴いていたので、あの頃ソングスをとても楽しく聴いていました。あ、先月はね、うん、弾きまくりましたからね。あの頃ソングス、まあ、先月は弾きまくったし、去年1年間あの頃ソングス同士でやってましたからね。ありがとうございます。アルバム3枚持っています。嬉しいわ。 YouTube で放送を遡って聞き、気になるなと思いながらも、ネクストドアいつも通りを持っておらず、買おうかどうかどうしようかずっと迷っていました。ごめんなさいって書いてありますけど、しかし12月24日のあの頃ソングスメドレーを聞いて、やっぱり気になると思い、里美さんのホームページから、購入しました。ありがとうございます。ありがとうございました。無事に届きました。だってよかったです。メドレーとさらに新曲が決定打になりました。今ネクストドアといつも通りを聞いています。音とメロディーと里美さんの声が耳にも心にも心地よく響いてきます。大人のポップスを積極的に聞くタイプではないのですが、里美さんの声だとスーッと入っていきます。いつも通りを聞いて、若い頃の声も良いけれど、年齢を重ねた里美さんの声が心地よくて好きだなと思いました。ありがとうございます。まだまだ聞き込むところまでは行ってないので、聞き込んだらまたいろんな印象が浮かぶ曲たちなのではと思っています。あと恥ずかしながら、まだは里美さんのライブに行ったことがないので、今年機会があれば行きたいなと思っています。曲を作り、いつも演奏している井戸さんの目にもちらっとでも入るといいなと思い、番組にメールしました。だってありがとうございます。ねえ、大変だと思いますが、今年も新曲を聴かせてください。期待しています。頑張ります。ねえ、ありがとうございます。そうかそうか、里美さんと同級生さんだったのね、この間ね。わーと思って、あのネクストドアといつも通りを選んでいただいた方が、 ありがとうございます。嬉しいな。確かにあの若い頃の声もいいけど、年齢を重ねた里美さんの声が心地よい、うん、ありがとうございます、うん、私も昔のやっぱり今日も聞いてて、声がキャピッとっていうか、やっぱり若い声と、うん、特にねネクストドアのアルバムはね、ちょっとこうあのボソボソっていうのおかしいけど、抑え気味というか、うん、あのちょっとこう語るような感じの、うん、それをコンセプトに歌ってた曲だが多かったんで、印象ちょっと違うかなと思ったんですけど、うん、あれいいですよ。そうですか、うん、なかなかいいですよ。なかなかというとちょっとあれですけど、あのここの番、あの葛飾 FM さんでね、なんだっけタイトルが忘れちゃったけど、この間私の曲ずっとかけていただいたじゃないですか、ミュージックラインを。たまたまこうね、車運転しながら葛飾産業フェアの時に帰りに聞いた時に、デビューアルバムの次にネクストドアのアルバムの中からの曲、そして歌謡曲時代の曲とかいろいろ混ざってかけて、えらい声のトーン違うなとか、結構おいおいみたいな、結構その都度その都度カラーがあって、おおみたいな、もう番組的に大丈夫ですかみたいな、だから別の人が歌ってんのかなって一瞬思うような雰囲気があったんですけれども、まあそれはそれで一曲一曲ちょっとまあカラーということで、でコンセプトもそれで決まってたので、まあそれはそれでね楽しめていただければ嬉しいなって思います。ぜひ、里見さんと同級生さんライブでお会いしましょう。っていうか、私たちがライブやらなきゃダメよね今年も何かの形でできたらとね思っておりますし、イベントなんかもぜひ参加したいなと思いますし、井戸さんとお二人きりのライブから、あの頃ソングスのなんかやつとかちょっとね今年はできたらいいなと思っております。その時はぜひ会いに来てください。再会じゃなくて初顔合わせだねしたいなって思います。あ、まさか、どうした、どうした。いや、何も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 、多分大丈夫あとはね、いつもありがとうございますブーサーさん、そして、ライタさんからも あのデビュー27周年おめでとうございますってブーサーさんは、晩ご飯の支度しながら聞いてますよ。偉いね、いつもブーサーさん、ありがとうございます、うん、皆さんね、そのいいよねラジオ、ちょうど晩ご飯の支度、うん、しながら、ね、時間帯ですからね、時間帯だね。さてさて、それではですね、番組も後半押し迫ってきたので、ここで、先ほどの、
同級生さん、さとみさんと同級生さんからの、まあ、ご要望というのもあれですけれども、あの新曲も聴かせてくださいということで、今日は新曲もまた1曲お届けしたいと思います。その前に今日はやっぱりですね、27周年記念、放送ということで今日の放送は松下さとみの、一押しでお届けさせていただいておりますけれども、オープニングでね CD で聴いていただいたデビュー曲16ちょっとだけバージョン、井戸さんのアレンジ、ギターアレンジで、そして、続けまして、去年出来上がって、松下さとみの、アコースティックライブ音楽っていいなっていう、ライブの時に初お披露目した新曲の方もお聴きいただこうかと思ってご用意しました。井戸さんが作曲してくださった、そして私が歌詞を書きました、電車の中の一風景を描いた曲です。穏やかな風景とこの2曲を続けてお届けしたいと思います。聴いてください。
差し込む光はまばゆい眠ってる彼女を肩に抱き寄せてページめくり続きに戻った彼穏やかな午後の風景今あなたも元気でいてくれるだけでさりげない事は本当の幸せと窓に映る小さな微笑みさえ また明日手を振り合った友達をドアにもたれ寂しそうに身をありがとうございました。ありがとうございました。初歌いだね、ラジオでね。そうですねこの間はね、あのプライベートで歌いましたけどね、あの、お友達の家で。ああ、そうですねいや、今年も始まりましたけれども、なんかこうやってあのまた自分のスタイル、やりたいと思っていた形で歌をお届けしたり、ラジオで皆さんの前でお話をさせていただいたりということができる一年のスタートになったこと、本当に嬉しく思っております。3月までかな、まだこの年からどうなんですか、まあ、急に番組今年1年あるのかなとかってやろう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 だって簡単に決まったね、やろうやろういつね、何が起こるか分かりませんからね。そうですよ、うん、事情は常に、時代はいろいろね変わりますからそうそうだから今聞き逃すと後悔するぞっていうそんな番組に、ね、感じられる番組になれば今年もありがたいなと思いますけれども、え、井戸さんもあの今年は目標もまた一つ立て、そうですね、何でしたっけあ、信用、信用、信用大事、信用される、ね、信用される、うん、
私はあの何かとやっぱりこう年齢重なるごとにやっぱ面倒くさいことが確かに増えてくるんですよ。でも私この間実家の家のトイレ直したんです。バシャーって流すやつの中 のポンプ、タンクの中のポンプの水漏れがあまりにもひどくて、すごくこうネット見ながらと説明書見ながら、いや時間かかったけどでも諦めずに、いや成し遂げて直しました。そういうことを頑張ってみようと、最後までやってみることが大事ですね。もうちょっと そう最初からめんどくさいなっていうのいっぱいあるけど、ちょっとそれを少しだけ減らしていこうかなと。まあ無理にやることはないですけど、そう無理にやることはないけど、少しでもそういうのを、減らしてチャレンジはし続けていこうと。チャレンジ精神だね。前向きによしやろうと、よしやろうと、はい、頑張ってみたいと思いますので、今年1年も音楽っていいな、応援してください。よろしくお願いします。来月は2月の25日の木曜日に葛飾 FM をお聞きの皆さんお会いするんですけど、私先月すっかり言うのを忘れちゃったんですけども、ラジオ七尾さん、はい、あの昨年の12月、まあ、だから、12月の放送日をもって、うん、あの終わっちゃったんです。連絡があったんですけど、うんうんうん、あーごめんなさいってラジオ七尾の皆さんにさよならのご挨拶ができなかったんですが、まあもしかしたらネットで見ていただいてる方いるかもしれない、ね、うん、ありがとうございました。お世話になりました。ラジオ七尾の中川さんもありがとうございました。お世話になりました。またこの、あの、ね、映像を通してまた楽しんでいただけたりとかしたらいいかなと思いますけれども、うん、はい、ということで松下さとみの音楽っていいな、また来月元気よくお会いしたいと思います。花粉症きついと思うけど頑張ってね、頑張ろうね。お相手は私松下さとみと井戸俊則でした。それではドライバーの皆さんも引き続きお気をつけて運転してくださいね。さようなら。私になれる、ずっとこのまま歩いてゆこう、並んだ思い出を照らしながら、いつも通りを描いて会議のコーナーです。どうも、今日はあのマスクで失礼いたします。いや大丈夫です、見慣れてますよ。 あのリスナーってか見てる方も、ここででもマスク結構かけてますよ。当初の頃この季節になるとで、ほら PM2.5 の時は尖ったマスクしっかりしたやつ持ってきて、ボンボンぶつかってましたマイク、ね、はい、いよいよ井戸さんのこれ見ると、あ来たんだな花粉の季節がって思いますね。絶頂期です。なんか昨日今日絶頂期です。一昨日の朝起きたら、うん、喉カリカリで、あやばいなと思って、あの熱風邪かなと思ったんですよね。あそうですね。であの、うん、まあ、一日安静にして過ごしたんですけど、うん、翌日起きたら、うん、翌日になると次は喉はちょっと良くなったかなと思うたんですけど、鼻がムズムズするんですよね。で、あの出かけて人に会ったりしたんですけど、その会った人とかも、もう飛んでるねっていうことを言ってて、
あ、やっぱそうなんだ、風邪じゃねえんだって思って。うん、ね、やっぱり暖冬のせいもあって、あ、やっぱりよっしゃ行くぜって、うん、なんかフィーバーしてるじゃないですか、うん、フィーバーとか言っちゃったけどお花たちが、うん、今だぜっつって。でも急にこの間寒くもなったからまたね、なんかそれでまたちょっと少しその後に暖かくなると、うん、よし今だって思っちゃって出てきちゃったのかもしれませんね、花粉たちが、うん、杉の花粉とか。困りますね辛そうですね、やっぱりね。お風呂は入ります？汗かくほど湯船に浸かって。あの、うん、僕あのユニットバスなんです、うんうんうん、で最初溜めるんです、うん、ピピピピってなるとこまで溜めるんです、うん、で肩まで使ってると、うん、肩まで浸かるぐらいのとこに排水口があって、うん、あ水がジョボジョボって出ちゃう、ね、肩まで浸かってると多分3分ぐらいではい、はい、あのその排水口の下までお湯が来るんです。でそうなった時が半身浴のタイムなんですけどあの冬って寒いじゃないですか、半身浴。それでなんか風かもしれないし、うん、ちょっと半身浴はやめとこうと思ってちょっと出たんですけど、でもまあもうします。毎日あとはもう銭湯行くなり、そうですね、銭湯にしっかりこのサウナとかあるので、 あれでちょっとこう汗をドワッとこう出すのも、うん、もしかしたら少しいいのかなっていう気はしますね。 あとはあの岩盤浴って私も一時ハマってたんですけど、やっぱ岩盤浴もこう免疫デトックスと免疫力効果を高めるとまあ言われているので、そういうの入ってみるのもあのちょっと習慣で1週間に1、2回とか入ったらちょっと良くなるかも、少しはねっていう気はする。自分僕走ったり時々するんですよ。もう辛いでしょ、走れないんじゃないですか外。いや走れますよ、本当鼻詰まったり、まあ、でも鼻走った時って鼻で息しないですよね。あんまり鼻で息しますよ、ジョギングは鼻で、うん、はぁ、あ、あ、それじゃあ、はぁとか喉でやってるともう喉カリカリになってくる。あと、うんうん、あの呼吸が苦しくてあんまり、マスクするでしょだって。っていうか口呼吸はやっぱり喉とか、うん、あんまり呼吸として歌の時もそうですけど、はって息するのと鼻でってこう吸ったりとかするのとでは全然違う、うん、あの違うけど当たり前だね。あのなんていうの、力のな背筋なのか、そういうことでの口呼吸はあんまり良くないという感じがするので、うん、もう年中鼻詰まってるんで、うん、もう疲れるでしょ、で口呼吸で走ったら。いやもうはっはっって、いや普通に生活しても疲れますけどね。ここで準レギュラーをご紹介いたします。はい、今日ハープ持ってきてくれてるかな。ダルマイヤーコーヒーでおなじみの、はい、エスプレッソ寺本さんです。今日はエスプレッソ寺本さん、イエーイ。どうも、寺本さん花粉症ないですか？ないですね。あ、いいですね。おはい、今日エスプレッソということで、これはやっぱりそういただきました。チャイチーのコップで飲むんですか？いやコップは別に、うん、あ、別にマグカップでもいいんですか？何でもいいです、うん、ただマシンがないと、エスプレッソマシンがないと、え、うん、飲めないの？飲めるんですけど、うん、エスプレッソにならない。あ、普通に作ったら、うん、普通のコーヒーになっちゃう。あ、そうなんですか。そう、ちょっと濃い感じに出来上がります。普通より、普通にこうドリップして、いや普通にドリップしたら普通のコーヒーになります。はい、へ、マシンがないとあの、うん、あのエスプレッソ独特のあの形にはならないですね。うん、エスプレッソにあのあうちあれがあるんだけどな、ミルクで泡立てたやつやるとラテになりますよね。あ、うん、そう、うちも牛乳入れてコーヒー入れてコーッとこう牛乳がホワーってなるやつの機械があるんですけど、はい、それでやったらエスプレッソっぽくなるのかな。まあ、お試しください。はい、はい、あ、いいんですか？はい、ありがとうございます。じゃあ試させていただきます。今日はエスプレッソ、エスプレッソのエスプレッソ、うん、すごいですね、いろんな商品が ね、あるんですね。もうダルマイさん、コーヒーだけでも何種類あるんですか？コーヒーだけで 1,2,3,4,5,6,7、 普通に販売してるの8種類ぐらいありますけど、あの大阪のお店だけ販売してるのとかは入れたら
ちょっと今カウントできない。あ、うん、なるほど、うん、でも紅茶も同じぐらいありますよね。あ、紅茶の方が量多いんですね。まあ今回もちょっと新製品を出すので、うん、ああなるほど、東京にいらしたんですね。そう、脅し営業をして今日で1回目のものはもう完売をしてしまいました、ね。はい、人気なんですねやっぱり。っていうか寺本さんのあれが効いてるんじゃないですか。いやでも脅してるのはちょっと買わないともう帰ってくれないしみたいなずっとなんか岩地蔵みたいにずっとこう座ってるっていうか。完売はお客さんが買ったんですよね。あのお店にお店が買ったってまだまだ販売してない。お店に置いてもらうための営業に。あのさっき飲まれたやつが3月の頭に発売になるんですけど、はいはいはい、あれがもう完売。明日の分なくなったんです。ああ、そうなんですね、はい、すごいですね。今大阪のお店だけで売ってるんですけど、手間のかからないコテですね、うんうん、口コミで売れてるんでこれは卸売りできるに違うかなと思って持ってきたんです。あ、なるほど、うん、これをいや味がさっきの赤いキャラメル、はい、キャラメル味の、はい、今いただいてちょっと飲んでるんですけどね、うん、どうですか。匂いは本当キャラメルだけど飲むとルイボスティー、うん、酸っぱいでカフェイン入ってないので、うん、あの夜眠る前も飲みますね。甘い香りと酸っぱいさ、ね、うん、ね、はい、味で雰囲気なんか変な感じ、うん、全然イメージが違う。でもこれを飲んでると美味しいね。あの翔子さんが買いに行くって言ってある店あるじゃないですか、うんうん、神楽坂の、はいはい、そこに最後今日あ行ってきたんですか。4時半にバンとそこで完売しましたね。なるほど、神楽坂行ったら買えますね3月。あ、神楽坂のなんてお店ですか。言っても別に構わないでしょ。構わないんでしょう、ね、うん、もう全然関係ないのでこれ木村屋さん。木村屋さん、はい、木村さんいつもお買い求めいただきましてありがとうございま す, あいます。ね、寺本さんに代わりましてお礼を申し上げます。翔子姉さんもねいつも買いに行かれる御用達の翔子さん御用達のお店木村屋さん、ぜひ皆さん行ってください、で4月から予定は、うん、2回目の輸入で、うん、全国の百貨店に入れようかなと思ってますけどね。あ、すごいですね、うん、今年もなんか元気もりもりですね、うん、元気じゃないですよ。勢いがありますよ、ね、勢いあります。顔色もなんかテカっていい感じだし言いたい放題いやいやツヤツヤしてね、うん、いいんじゃないでしょうかっていう。いやもう体中にガタきてますからね、まあまあ、無理しないようにそう、まあ、今年はもう外出んの少なくしようとしてる。あ、そうなんですか、はい、うん、ちょっとライブとか行くの減らそうと思って。あ、そっちよ、うん、そっちかいじゃあ普通の人よりもじゃあ普通ぐらいになるってことですよね。普通って年間何本ぐらい見張るんですか。いやそんなに見ないですよね。好きな人だったらそのアーティスト追っかけてる人だったらねあるたんびやったり、うん、月ね10本近く見に行ったりとかなんかあるでしょうけど、うん、なんかまあまあ言ってますね、まあ、まあまあ携帯が、まあ、電話落としこないや僕は震えてます。ああ井戸さんのあいいよ電話出ても誰から電話大丈夫ですか出てもいいの出てもいいのいやなんかいや、企業っぽい電話番号保険のセールスかな。いやそんなのは携帯にかかってこないよ、うん、なんだっけ話今ライブの話。あ、どうですかね。言ってもね、うん、まあ人それぞれだから分かんないし ね月1本行くか行かないか、うん、半年に1回行けるかどうかって人もいるからね、うん、今までは月どれぐらい行ってたんですか。月っていうか年間、うん、60本ぐらいかな。何やってるんですか1週間に1回ぐらいってことです、ね、すごいですね。それほとんどB さんまあ、まだ今年は1回先週の土曜日行ってきたよ。土曜日もう新春、うん、新春バンバンショー1回目ねバンバヒロフミさんのライブが大好きなんですよね、うん、昔からの大ファンでね。へー、すごいですね。やっぱり元気もらうんですかライブ行くと。元気になったりします。癒される。どうやろうね。難しいとこあるよね。でも行かないと気が済まない体になっちゃってるんですよね。行きたい欲求が強いんですか。バンバさんのライブは行きたい欲求っていうより
行くことになっている行くことになっている決まってるんだスタッフ なんでやなスタッフ、うん、なんかちょろっとさっきの話で あの先ほどの有名なギドタッチのコーナーであの聞かせていただいたギタリストさんとお会いしたことがあると、うん、まあライブも見たことあるってね。それはね、うん、あの里見さんが所属してた事務所あるじゃないですか。アップフロント。うん。もともとはヤングジャパン。ヤングジャパン。はい。あさみさん知ってるでしょ。ギター、シグナルの。で、あさみさん、はい。あさみさんと一緒にボーカルしてた、はい。すみれさんっているんですよ。すみれ正則さん。ああ、はい。それと、はい、トミーさんとすごい仲いいんです。ああ、トミー。フェブリュアリー違うよエマニュエルエマニュエル夫人そうそう違う、ね、トミーエマニュエルさん、うんうんね、ああそういうことで そういうことで、ね、でフィフスストリートっていうスイタのライブハウスのそこのオーナーさんともまたねよくお知り合いだからあそういう仲間内があるんですね。で、あの CD をそういうアコギの CD 出したのが、うん、京都にプー横丁さんっていうとこあるんですけどまあ、そんな関係であの深く入らないよ、うん、なんかちょっと手伝わなあかん時もあるじゃないですかないですコーヒー屋さんなのにコーヒー屋さんっていうかね、うん、音楽事務所の人じゃないのにないのに手伝わないといけない時が、ね、あるんだねそれで面識があったってことブッキングとかねあ、うん、そうそうそれででも2005年ぐらいから毎年来てると思うわあなるほど、うん、今度私がメールが入りました今日は忙しいね2人ともね、うん、でこのガラケーっていうね、うん、そうあのさっきお便りで、はいね、ガラケーなので聞けませんでした、うん、よかったよかったねなだにガラケーですけどねあまあね、まあ、この方は先ほど言ったら家にもパソコンがなかったっていうことなんでねただそれだけですよあのちょっと付き合いで付き合いで手伝うだけやんか不思議やわなんかラジオ番組モテるんじゃないですかなんでな裏話ラジオのね中で今週ホットな話題を、はい、あのメディアよりも早く、うん、早く詳しく寺本枠っていうチケットの席が寺本枠何席か取れるっていう、うん、いやなんであの何枚チケット売ってとか話が来るやんかあ、うん、あの前田さんとかねだからそういうのもだんだん引いていかないとダメやから悩みの数を減らそうかなとっていうことですよね演奏のライブは増やすんですご自身のねその代わりそっちに持っていくんだ結局出るやんなんか出るやんっていうまあまあまあいいんですけどね、クラスが上がったからすごい今家で弾いてるんですよ、うん、ねえ曲で、うん、メロディーよりあの逆分かりやすく言ったら左手、うん、伴奏の方が難しいのを今やってるうん、あの細かいねアルペジオ的な感じそうなねクラスも上級やから恥ずかしいで弾けないといけないやん、うんうんうん、だからやっぱり家にいとかないとダメなのよああ、うん、で予習もしないで行くということができなくなってきてるああなるほどもうあのあれですね、うん、あの今まで何も考えずにあの天才的なことができた、ね、天才少年が成長するに従ってちょっと考え出してスランプを迎える石川遼君みたいなわお今日はてっきりハープ持って新年なんで、うん、そうですねスマップの世界に一つだけの花でも弾いてくれるのかななんて楽しみにしてたんですけどやっぱね今話題ゲスか何か何の歌かみたいなどっちかテケテケテケテンってやつテンテケテケテケテンってなんかねメール届いたんですあのブーサーさんから再び、うん、エスプレッソ感かっこいいですねうん、ネスカフェのバリスタでもできますかねキャラメルコーヒーじゃなくて紅茶なんですか
ていう質問が届きました。紅茶でしたね。そうキャラメル、さっき飲んで私はキャラメル紅茶っていうかハーブティー紅茶ですか。ルイボスティー、ルイボスティー、ルイボスキャラメル、うん、ルイボスティーなんだけど匂いがキャラメルの匂いだよっていう、このティーパックのやつは私が持ってますね、うん、はい、エスプレッソ感がかっこいいということで、これナイス、あ、ネスカフェのバリスタってあの機械か、カップのやつですか。あ、どうなんですかね、試してみてくださいしか言えない僕もそんな使ったことないからって、うん、そのダルマイヤーでエスプレッソマシンは販売してたりするんですか。してない、してない、マシンは販売してない、うん、僕を入れるときはあの某メーカーの、うん、自分の好きなコーヒーメーカーの会社があるんですけど、そこの絶対使うけどね。へうん、もうそんな話やめて、音楽の話してない、そんな話してるえ、これ本業じゃないの、うん、いやいや、さっきのほらさとみさんと同い年の人とかね、うん、いい話やったやんか。いい話ですね、うん、でいろんなん聞いて、僕あの時に思ったんやけどね、うん、あのこの番組始まる時に言ったじゃない、本当は根にハマってるんですよさとみさんのね、うんうん、であれサビの部分がすごいいいねんけど、はい、今いつも通勤中に聞いてるんですよ、はい、でも入れてるので、うん、裏っていうか昔の言うカップリング、うんうん、雪が降るじゃないですか、はいはい、で違う雪が降るでしょもう、うんうん、アルバムはね、うんうんうん、だからあの時はまだあの歌謡曲になってない時の、うんうん、あのやつやから、うん、さっきの16と違って、うん、絶対に聞いたら違うのよ。あでそ の, あの同い年の人には聞いてほしいね両方。ああそうですね、うん、まあそうですね、うん、ネクストドア、アルバムネクストドアの中にも雪が降るあのアルバムバージョンで入ってるから、ね、あれがちょっと大人っぽいでしょ。そうですね、うん、だうんうんうん、うん、そうどっちもね好きなアレンジ、うん、ってかあの、うん、特にあのシングル曲カップリングになってる雪が降るは、うん、だからすごくあのなんだろうあのアレンジの色合いがすごく好きで、山川悦子さんっていう女性の方に作ってもらったんですけど、編曲詞曲は自分でね私でなんかすごく感動してるんですよね。あの本当はあれ好きなんですよとっても、うん、僕も満員電車の中で聞いてて、うん、すごい染みるんですよ。であの最近染みるようになったのがそれと思いが届くなら、うんうん、あれもなんか最近電車の中で聞くと土曜日にしなさいのカップリングナンバー、カップリングが染みるんですよね。あ、うん、おー出てきた、うん、じゃじゃんタララタララ、うん、これが思いが届くな、うんうん、伊藤薫さんそう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 なんです、うん、ラブイズオーバー書いてる、ね、伊藤薫さんの、うん、曲なんですけどね、うん、もっと世に出さないとダメですね松下さんの歌を。そうです、ね、うん、井戸さんの結構いいもの持ってるんだよね曲ね、うんうん、だからその丸山恵子さん歌詞か、うん、僕初めて聞きました。あ本当、土曜日にしなさいは知ってるけど、土曜日にしなさいはダメの言い訳、僕でも思い出が届くなら生で聞いたことない。ああなるほど、自信がない、うん、感じすぎるうさに戸惑いは隠せない、瞳が眩しくて耳先が触れるだけで、うん、違う、僕が切なくて目をそらして奥を見ていた。これあれシングル持ってるんですか。もうあれになってる、あになるなんて恥じりしたけど、いい、ね、うん、あなたを近く追い越した、あれ全然覚えてない歌詞ルーそのだけそばに来て抱いてくれたら、あ、わかんない、不安も消えるのに。ちょっとねイントロがねあれみたいな、クラプトンみたいなやつなんですけど雰囲気が外で感じている、一度だけそばに来て抱いてくれたら、そうそう抱いてくれた、不安も音取った井戸さん、そういうことです
そう、そういう曲で、うん、チャーンチャッチャーンチャッチャッチャーンチャッチャーンがちょっとあクラプトンっぽいみたいなその時話題にしてた、レコーディングしながらちょっとクラプトンっぽいねみたいなシングルコレクション1枚か2枚のアルバムできたらいいんだよね。あ、まあそれは私がするあれじゃないですけど、全部ね葛飾エミアもので私のあれじゃなくて、あの元レコード会社なり、あのね、でも版権の問題もあるもんね、まあいろいろね、うん、ありますけどね。だから全部アレンジちょっと井戸さんに変えてもらってとかって再録っていう手もあるね。そういう、うん、なんかいや、いい曲に恵まれてましたね、うん言っていただけるようにありがとうございますっていう、はい、今年もあのこういう名曲を追い出していけると僕はいいのかなと思うそんな消極的な言い方いやぜひぜひ今年も井戸さんいい曲また作ってください。あ、それは、ね、はい、曲今のところまた新曲2曲でしょ、いつも通り以来で言うと、あ、3曲か、あ、何曲ある？今お金色、ライフと、ライフと今日の曲と、うん、あと 2,3 曲でミニアルバムのね、うん、あれもできるしね、葛飾 FM から発売ねあーなるほどねっていうような、なんかねそろそろ良き感じになってきましたんで、はい、はい、ぜひ今年中、今年中になんかね、ってかそのスタイルでライブを やるか、あの聴いていただく機会をちょっと作りたい。あの、まあラジオでね、あのやらせてはいただいてますけれども、ちょっとその小屋で、お客さんとともに視聴会を、そうですね、あの頃ソングスも、まあちょっと井戸さんのアレンジバージョンのあの頃ソングスたちも混ぜたりとかして、そしたらみんな来てくれるかな、遊びに来てくれるんだったら嬉しいなと思うんだけど、いいと思う。テレ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 。でまた来月お会いいたしましょう。懐かしくなってきました。笑っていいと思うが。そうですね。ということで、はい、今月もお別れの時間が、迫ってまいりましたので、皆さん花粉に、あの花粉対策しっかりして、ね。はい。花粉どう対策しようかもう迷いますけどね。もうね、鼻に綿詰めとくとか、そうですね、いろいろそれぞれあると思いますけども、ね、頑張らないとね、私もちょっとそろそろ辛くなると思う、少しだけ。ヨーグルトやっぱ効かねえな。あれ井戸さんには効かなかったのかな。1年食べ続けたけど、カモミール飲んでみたら。本当カモミール好きですけど、でも毎日飲んでるとすぐなくなっちゃうんで、それはなんか欲しいという話やな。そういうことですねさっきのブーサーさんのネタみたいな感じでネスカフェのバリスタでもできますかねだってそうですよとおっしゃってますけど、どうします。ネスカフェやか分かんないもんね。まあ、これプレゼントしていいんですかみたいな。どうぞ。みんなそうやって生きているんですから。そう、うまいことこうやってね。おねだり上手なんだから。はい。まあね、うん。でもこうやってダルマイヤーはいいって言ってね、ダルマイヤー飲みたいっていうことで、うん、はい、あのそれを周りに広めて。もらえればね、それはもうネズミ山式にファンが増えていきますが、はい、まあ、関東在住、この辺在住の方は神楽坂に行けば、木村屋さんに行けば買えますから。そうですね、はい、まあ、ということで、はい、こうまた来月に2月の20 25年後ですね、お会いできるのを楽しみにしております。なんとかお元気で暮らしててください、ね、井戸さん、はい、無理しないように皆さん寺本さんもお元気でまた、はいはい、遊びに来てください、はい、ありがとうございます。いつもコーヒーありがとう。また、はい、ハープ楽しみにしてます、はい、ハープハープってでは、また来月まで皆さん、さようならつって